どうもお疲れ様でございます。今回は住宅展示場で夢広がるマイホームのお話をさせていただいて、とっても勉強になる時間でした。そして家族で行ったんですけども私の奥さんもそして子供もですね十分楽しませていただいて、で本当にね自分の家、私は持ち家でローンもないんですけども、この自分の土地に家を建て替えるとしたらどんな形になるかなとかね、あとはリフォームでやっていこうとしたらどういうふうな窓になるかなとかね、いろいろとコミュニケーションさせていただいて、夢が広がるわけですよ。それは担当してくださった営業の方も同じだと思いますけどね、一緒に新しい住まいってものがどういうふうになるのかなってことね、よりちょっと具体的になってきたかなっていうところがありますね。それで、2軒行ったんですよね。11時から予約と13時から予約、これ結構ねタイミングよくって、11時から予約したところ大体1時間ぐらいでね終わったんですけども、ちょっとのんびりと対話させていただいたかなっていうところなんですけども、でも1時間弱で終わって、でそのままランチを食べてくら寿司に家族で行ってね、で一息ついて次の会場に着いたのが13時です。このぐらいのペースで行くんですよ。で13時着いた会場ではちょっと長めになったんですけどね、1時間10分20分ほどお話して、大体1時間半ぐらい滞在したかなってところで、ここもね非常に楽しく過ごさせていただきました。でそれぞれ、いろんなね福袋、1月なんでねいただいて、洗剤ですとかね、それからゴミ袋ですとかね、スポンジですとかね、そういった家計に助かるものをいただいたのと、プラスクオカードをそれぞれいただいて合計2万5000円分ということになりました。いや本当にねいろいろといただけてありがたいなっていうのと、たくさん来場者の方がいらっしゃってて、非常にイベントも盛り上がっていたということでね、喜ばれていましたね。これはね正確に一語一句その通りに言ったわけではないんですけども、今回はキャンペーンでクオカードをねどこの会社も大盤振る舞いしてるんで、ものすごくねご来場される方が多い、で担当者としてもやりがいがあるっていうふうに言われてましたね。ですんで、これは私の勝手な解釈になりますけども、クオカード目当てで来た人がたくさんいたとしても、営業マンの頑張りには全然変わりがないし、活気があり張りがあってですね、仕事としてはすごく楽しくやってくださったんではないかなと思います。やっぱりその中にはちょっとクオカードもらえるんだったらこの度真剣に考えてみようかなみたいな方がいらっしゃったりとかね、私の場合はクオカードも欲しいんだけども、でも実際行ってみたら確かにそれいいかもねみたいなね、購入意欲とか購買意欲ってのものすごく高まってきたわけなんですよ。というところでね、次回今度は21日になりますね、あと14日か、14日にも2件予約して、13日にも1件予約して、21日にも2件予約して、合計5件これからね住宅展示場のこの新春キャンペーンに参加することになりました。大体私の場合はね1日2件で、そうですね、合計で 3,4 時間ぐらい使うようにスケジュールしてますね。他のこともやりたいんでね、であと休みの日なんで起きるのがどうしても大和くん遅いわけなんですよ、9時とかぐらいに起き出して、で行こうかみたいな感じでね10時ぐらいに出かけていけばちょうどいいかなってところですね。はい、そんな感じでね、楽しませていただきながら、ちょっとクオカードをかなりもらえるかなと。今月だけでねいただけたクオカードっていうのは多分まだ実際手元に届いた分っていうのはね3万円程度なんですけども、合計で10万円ぐらいになりますね。これね住宅展示場ぐるっと回るだけで、しかもねもう回りきれないです。これはっきり言っていっぱいあって、住宅展示場に行くと大体7棟8棟あるんですけども、私の近隣の住宅展示場だけでもね、3カ所ぐらいあるんですよ。あとは個別に工務店さん個別に行くところもあったりとかして、それを全部入れるとねもう回りきれないんで、もう今回は21日までにしようかなと思います。で新春キャンペーンとかやってましてね、福袋をもらったりとか、なんですかね、ちょっと敵山街の射的をしたりとかね、輪投げをしたりとかね、それ子供にやらせてもらったりとかするんですよ。あとね託児所みたいなのもありました。保育士さんがいらっしゃって、でプレイルームがあってね、うちの子もその保育士さんと一緒にむちゃくちゃね楽しんでね、もうなかなか帰りたがらないみたいなことが起きましたね、だからご家族連れでも全然大丈夫です。それから本当にねお話を聞きながら、具体的に自分が家を建てるとしたらどうかなとかね、建て替えるとしたらどうかなみたいなね、そういうことを考えてみたらいいんじゃないかなと思います。で具体的な予算のこととか間取りのことまでは話しません。本当に会社の紹介っていうことにとどまると思いますので、気軽に伺っていただければいいんじゃないかなと。それでね会社によっては
次の予定を組みましょうかって感じで、次回予定もね誘われると思うんですよ。それからそれがなくても後日電話かかってきて、先日はご来店ありがとうございましたと、でまたね突っ込んだ話したいんで旦那さんだけでもいらっしゃいませんかみたいにはなると思います。実際まだ私はなってませんけども、当然そういう流れになって、やっぱり遊びでやってるわけじゃないですからね、工務店さんとか、それで住宅メーカーのハウスメーカーの方もね、やっぱりこの出会いを次につなげていって、何らかのビジネスとか売り上げにしなければなりませんからね。でも本当にね、楽しい時間を過ごさせていただくのと、勉強になることと、あとまあプレゼントもらえてありがたいなってところもありますけども、本当にこう今ね、そういった住宅メーカーハウスメーカーさんに行かれること躊躇されている方でも早く行った方がいいですよ、これは。早く行って早く自分の選択肢を明確にした方がいいと思います。でこういった実際に住宅展示場とかに行って、あ、これ良かった、すごく良かったよって評判を広めていくことによってね、まあ集客にももっとね、私としても寄与したいなと思いますし、実際すごく家ってのがね全然違う概念になりましたね。でおそらく家に住んでいる方とかで自分の家を考える機会って少ないと思いますし、自分の家を建てた方でもね、もう20年前30年前なんで、このまま行くかなというふうに思っていると思うんですよ。でも家は進化してます、すごいです。だからやっぱりね、高い買い物ではあるんですけども、もう一回真剣に考えてもいいかなと。もちろん最終的に契約するかどうかっていうところは分かりませんけどもね、でも真剣に考えてみようかなっていうふうな一歩を刻むために、こういった機会を利用してみてはいかがでしょうかという話でございました。それではね、これは私のね、ビジネスチャンネルという側面もありますので、大まかに見込み金額の方発表させていただきますと、だいたい1月だけで10万円。これは超えると思います。はい。すごいですね、やっぱり住宅メーカーさんはね、プレゼントも結構額がでかいと。しかも、これタマホームさんだけがね、2万円のクオカードかと思ったら、いや、結構ね、それに合わせて他のハウスメーカーさんも頑張ってね、打ち出してきてますよ。一番多いのが5000円とかなんですけども、1万円のところとかね、2万円のところとかって、本当にね、出てますね。すごい。ぜひね、この機会をご利用くださいということで、今回の動画は以上にさせていただきます。それでは。